まあ、どうだろう、めちゃくちゃ今から多分最低なこと言うんですけど岡部おはよう。安全運転しとんなお前。で今日の朝これ行くとお前何笑って言っとんだこらおいターゲー。家も行ったことあるんですよ。普通にその昼食の子だと思ってたんですよ。めちゃくちゃなんか競技場みたいな。どうですか連絡取ってたりとかあるんですよ。続かないんですよ。オッケー。どういうことお前それ言うの、それ女に言うの。いやそれはもう次はあんだろう、セイロ道具だと思われてるんじゃない。じゃあなんかちょっとそれやろうか。ちょっと本当お見合いやろうぜ。それなんか尺やったんだよな。あ、出したんだ。おい、ちょい。おかべ、おはよう。カメラマンがいいで面白いねえな、マジで。はい。寒いよ、お前。寒いっす。なんで寒いんだって、お前、職人が。いや、これ職人は風の子だろ、こら。動いてたらもう何時スタートだ、仕事。8時半っすね。30分だってまだ寒いの。それ恥ずかしいじゃん、お前。もう今から運んだらあったかいだろう。運びそうでもないですよ。嘘、狭いんでなんかそんなガツガツいけないんで。ああ、もうこれで何、こんだけの家をどれぐらいで組むの。理想は昼過ぎぐらい、うん、に今日組むの。でもここちょっと広いでやりやすいな。広いですね。ここだったらなんだろうな、新法律適用されんか。これされないですね、絶対1メーターもないんで。いやここはない。これもこういう場合どうなんだろうな。これ小屋があるじゃん。まあでもこれ出せないですからね。うん、だけど1メーターあるよね、ここは。ここもう1メーターはないな。正面だけか、本足組まなかなっていうか。今あれ、うちあれだね、4トンのちっちゃいボディだろ。あれもう、普通の足場屋さん全部ダメな、トラック。そうですね。僕らでギリギリじゃないですか。なあ。うちなんか新しく買ったばっかなので、あれ4トンのちっちゃいボディだろ。4トンの、あ、ロングっす、ロング。長い。ロングだけど、2トン車ボディの大きさで4トン車だろ、あれ。で、これで今何、どれぐらいの材料持ってきとんの。柱の数でいったら120本ですね。120本だと、1本何キロあんだな、これ。1本13キロ。そうすると、1トン半か2トンぐらい、2トン近くなる。これで4トン、まあ、ギリだな。ってことは、本足なんていうときついな、やっぱ。で、これ。そうするとどうすんだ、お前。今、実習生2人のお前1人来てるわけだろ。はい。ベトナム実習生と。日本人2人のトラック2台だ。トラック2台で来て、どっか駐車場止めといてか、まあそれか、まあ物が、物にもよるよな。うわぁ、きついなこれ。こう家とかで全部積みたいとき。うん。ちょっとこれしんどい。きついなのか、あれ。カメラマンもいねえし、足場も大変になるし。きついな。カメラマンはいないですか。あ、いや、お客さんがもらえりゃいいじゃん。足場屋さんはもらえるでいいわ。うち塗装屋だもんね。はい。もらえんのだよな。はで YouTube やってるでしょ、まあ、ちゃんと組まないから、まあ、まあちゃんと組まないところも多いと思うけど、まあ、最初の 1,2 年なんか結構、まあ、まあ法律が変わったからってすぐバッバってやるわけじゃないだろう。分かる。今年はどうだ。今年ですか。なんか安全運転しとんなお前。安全運転なんか最近問題起こさ、名前聞かんもん。で今日の朝、今年名前聞かんぞ。今日の朝リフトつけました。お前何笑って言っとんだこら、おいターゲー。お前また滝もなんか飛び石がどうとか言って割っただろう、こら。ぶつけてはないんですけど。ぶつけたんじゃないの。聞いた？で、あ、車に電話した。スピードが出てた。そうっす、まあ、現場行ってる途中にそのなんかいきなりピーって鳴り出したんですよ。そしたらなんかもうアクセルを踏んでも30キロぐらいしか出るんですよ。おお。まずは今年。あ、おととい。何が悪いんだお前。あ、何、どこにぶつけたの。リフト買ったやつか、新品。あ、ここ。あれもこれできんわ、お前の本当たわけ、ほら。お前動画使っていい、ここ。あ、全然いいです。もう動画なんでこんな大げさに怒ったんだけど俺も。そうそう、ちょっとあったかいところサビは。何お前足のつもりになるんじゃんみたいなの巻いて。そんなんの今。いや、これなんか、いや、足袋はかんもんで、そういうなんか裾が引っかかる。あ、そうそう、わかるわかる。脚半つか、脚半っていうか。で、腕は、鉄鋼して。お前、ちょっと格好こだわっとるもんな、やっぱな。そうさ。お前、年いくつ？僕は今年で20、あ、今年変わったから26になります。なんで？何月？例えば。7月。7月？はい。あの、で、26歳になったの？この間の7月で。いや、この間の7月で25歳になった。だから25でいいや、別に。年が変わったから、今年27。いいや、別にそんな。インスタはやってる。インスタっすか？やってます。今ね、来てんの？女の子。いや、もう最近結構みんな来とる、来とるとか言うじゃん。最近来なくなりました。なんで人気が落ちた。でも本当来てたのは1年前とかぐらいですか。そう、
掘り起こすだけ掘り起こしちゃった。既存顧客、既存視聴者は掘り起こしちゃったみたいな。数少ないお前は。もうなくなった。もういなくなった。いやだけど、まあ新しく見てくれる人もおるじゃん。あ、でもあれ来ましたからね。あの、ファンレター。そうでしょ？本当っすよ。お前それ、誰かに倒されてる。本線、本線。そう。まあまあ、本気のやつです。そう。だ、なんて書いてあったの？それあったら連絡したん？どうしてないっす。連絡先とか書いてないです。そうでしょ？じゃあ、サインやろ。家から送ってきてる。じゃあそれなんかよくあるんだろう、なんか私は病気でとか、なんかそれなんか来てるの会社。なんかないの面白い話。面白い話。ジャンパー着てこいよ、サクあったら。ジャンパーない。ジャンパーぐらいあるだろう。通勤用の？通勤用なのがあるけど、めちゃめちゃダッサいのが。いや別に羽織っとくだけだっていいな。なんでカメラの前で着たくないの？別にいいや、それやっぱ意識しちゃうのやっぱカメラは。意識はあんま。YouTube じゃこれは着たくないなとかあんの？あ、それはあるかもしれない。あんまりにもボロボロとかはあまり嫌ですね。誰かが見るって意識より残るんで、うん、あ残るものにそれが映るんで嫌なの。それは嫌ですね。何カッコつけとんだお前。ちょっと絶対意識してますよ、みんなも。してないでしょ。例えばその事前に撮影行くよって、うん、今日撮影行くからって言ったら多分ちょっと意識しますよ、絶対。マジ？多分すると思います。小原さんなんてめちゃめちゃします。嘘。あ、たけしそうだな。あの、本社で撮影って言ったら、鏡で。そういうのがあるよな。ある。うん、モテたいはあんまりないっすよ。うん、ない。きちっとしときたいっていうのがあるよな。まあまあ、そりゃそうだよな。清掃だよな。なんか女の子とか見てないかな、視聴者。え？女の子見ててほしいっすよ。本当だって1年半、お前のやつは見てないんじゃない？あ、今日岡部かって言って、ピッて、3秒ぐらいで離脱しとんじゃん。いやー、なんか最近めちゃくちゃモテないんですよ。モテないんじゃない？モテた時期あんの？お前じゃ。今モテないってことは。よりモテないです。ね、どういうこと？でもまあ結構ちょこちょこ女ネタあったじゃん、お前。全然もう全くないですよ、今。遊んでないんだろ、それは。だってお前、一回俺に締め付けられたじゃん。半年ぐらい。岡部が先出てないじゃん。ちょっとだけやらかしちゃったよね。ハウスも入りたくなかった。そういうことだよな。入った瞬間に、みんなと注目されたんですけど、入ったから。ペナルティがすごい重なってる。地獄の半年間はすごい勝負。その時に全て失った。その中も、その中もすり抜けてちょっと遊んでました。お前は女の子、女の子。よう耐えたな、お前。もう飛ばんかったわ。飛ぼうかなって思ったのよ、ぶっちゃけ。いや、俺飛ぶはあんまりないっす。で、やめようかなと思ったの。物理的に飛べないっす。経験があるとか。だったら飛べ。ああ部屋かとりあえずとりあえず逃げ込めるで俺が飛ぼうと思ったら事前準備がめちゃくちゃ必要なんで部屋探してあそっかそっかあまあ いていいよな親がいないっていうかまあおる厳密には、いるにはいるんですよ、うん、父ちゃん父ちゃん連絡取ろうと思ったらなんとかなるのが父ちゃんまあなんとかめちゃくちゃ頑張ればできるそう思うやお前まっすぐ育ったよなまあ親いねえからみんなダメになるってわけじゃねえけどそうなってるやつも多いやそういう中でお前まっすぐ育ったよな割と僕の周りもみんなそうですよね。あ、本当。はい、で、何モテん話でちょっと深掘りしてみようか。そのいるんすよ、その連絡とか、うん。お前の女話あんまり伸びんじゃない。伸びないっすか。あんま興味ないっすか。興味ないんちゃうか、わからんけど。何どういう話。なんか連絡取ったりとかあるんすよ。なんか続かないんすよ、ね。それ客としてじゃない。客も相手は素人。素人もいます。飲み屋も。その続かんっていうのはねお前が気持ちが抜けるのか向こうが抜けるのかにもよるよでももう両方だと思う向こうも返信遅いし俺からしたらその遅い時点で結構なしだなって思うんですよまあそりゃそうだろうなそれだよ飲み屋の営業っていうかあとかもうあるし、うん、でもそれ素人の子でも一緒なんですよめちゃくちゃ遅いんですよですのでもこっちは気になるじゃないですか好きってことだろお前はそう気になってる最初はそう、うん、好きだろうんだけど返信が遅いから遅いからもうなんかあもうこいつないなってそれは普通じゃないのでもなんかいや最近それ続きだったんですああなんか返信が来ない理由が何なんだろうってしかも意味わかんないけどその場ではその場その会ったりするんですよその場ではなんかめちゃくちゃ好感触ああその好感触をその作ろってんのかなって思っちゃうんですよ最近女の子にあそういうこと好感触を作ろうまあそれもあるかなその場はいい感じみたいになるじゃないですか
どこまでのそのいい感じにもよりは、なんかいいことは言うじゃん別に女なんか、うん、女なんかっていう言葉はだから女性の視聴者が変化して、女の人ってじゃコミュ力あるからそういう風に勘違いするじゃん、うん、こいつ俺のこと好きなんじゃねえみたいな、ああ思いますよ、まあ思うでしょ、うん、まあ優しいじゃん基本的に、なんか二人でご飯とか行ったりしてご飯も行きます、うん、でももう二人でご飯はもうやれるだろ、それがやれないんですよ、二人でご飯はどうなんだろう、もう合格でしょ、うん、二人で行かんでしょ、女もしかもご飯だけじゃないですよ、お酒とかもあるし、その同伴だろそれ、あ同伴じゃないそれは素人素人同伴だろお前それ、なぜそのお店の子ばっかりするじゃあそれはそこで嫌いになるんでしょ、落ちとったけど、そうそう行く前は落ちとったんじゃないの、気に入ってたんじゃないの、どうかな、家も行ったことあるんですよ、いやそれはもう完全でしょ、でもちょっと聞いてください、その子は普通にその昼食の子だと思ってたんですよ、うんで家行って、めちゃくちゃなんか表情みたいなドレスか何言ったら、うん、ギャラ飲みやってる、いいじゃんって言われて、うん、まあ、そうだ、うん、もうやってるのがダメとかじゃないですか、それなんかお前は言うんじゃないの、なんか嫌だとか、そのあ言わない、例えばなんかそのめちゃくちゃ縛りたいみたいなことを言うとか、俺はもう付き合ったりしたらこうだよとか、なんかお前も格好つける感じじゃん、俺はさみたいな、なんか停止関白風みたいな感じが、停止関白になりたいんですよ、そうそうそう、なりたいだよな、お前ら、なんか停止関白がかっこいいみたいな、憧れとるよな、なんかだからそこ出してくよね、俺はこういう風にしないともう女となんか付き合わないですよとか、なんかよく言うもんな、お前で、それ女に言っちゃうんじゃないの、言っちゃいますね、確かに だからじゃないの、別に な肝ってな、そんな、うん、停止関白じゃ、そんな自然となってことじゃん、ああそれ言うことじゃないの、俺だって健太郎さんのあの夫婦スタイルは俺は好きですよ、だけどそれって最初からあれ、じゃあ健太郎が嫁に行ったら別にもう無理ってなるでしょ、いや一緒におってずっとおって、そのキャラがあって勝手になってくる、まあ、許すっていうか、もうそれ嫌だけど許しとるんでしょ、あれ、まあ、他にいいとこがあるからそこだけではマイナスでしょ、どこまで行ってもじゃあそのマイナスだけ出す、いや分からんけど、じゃあお前の停止関白って何、まず、俺やることに口出されない、おう、だからもう一切口出さないとか、例えば遊び行くじゃないですか、うん、飲み行ったり何も言われない、もうマイナスだよな、一つプラスではないだろ、あ、嬉しいってあ、そうなのって、ね、好きなだけどっか行ってくれるんだ嬉しいって言う子いなくないだって、まあ、いないで、あとは、まあ、どうだろう、めちゃくちゃ今から多分最低なこと言うんですけどじゃあ言わんほうがいいんじゃない、ピーした方がいい、いや、ピーしなくていい、まあ、不倫は OK、 どういうこと、公認不倫、女の男の、例えば遊んでるじゃないですか、俺がその不倫で、おう、それも別に見て見ぬふりしてほしいお前それ言うの、それ女に言うのいやそれはもう次は甘んだろう、いやそれを言ったことで、なんか別に俺はお前のこと分かってるので別にいいんだけど、そう、女がいきなりそれ聞いたら、あ、お前の女多いんだろうなって、まあ、そうですね、何人かおって私をなんかそのそういう風にしか見れないんだろうなって、性の道具だと思われてるんじゃない私のことなんか性の道具だわって思われるんじゃないのこれ子供を見れんか子供あの18歳以下が見る可能性をなんか排除しますかみたいなこうあれチェックがあるな、いや私のことなんか性の道具としか見てないんだって思うんじゃないの、その会った時に、でもそれはさすがには言わない、ああ、そういうこと、今はその理想を言っただけで、あ、女がじゃあ浮気するのは許すの、許します、なんでしょうがないです、しょうがない、そう思ってるからどういうことだ、するってことお前はしたいだけど別に、いやその本当に一人もままならんのにお前二人目の話してどうすんだお前だって一人も今困っとんだろ、そうなんで二人目のこと想像してる、二人目のこと想像してるから一人目困ってるアホやろお前一人目のこと困っとるやつがそんなこと考えにいいや別に、そう、まあ、結婚じゃないですよ、付き合いにしても、うん、俺は別にそんなスタイルは変えないよ言いたい、ああもうそれはいいんじゃないの、別に浮気したいっていうのはちょっと違うけど、まあ浮気したいというか別に浮気してもいいよみたいな公認いやそんなこと言う必要ないでしょ別に全然かっこよくないんじゃない、別に今聞いてる男の視聴者もこいつバカだなと思ってる多分
いや、いるんですよ。でもこれを共感してくれる男の人がいないって。絶対いないって。いないですかね。いや、おると思うよ。お前みたいなやつがおるんだから。いや、お前がおるんだから世の中に。それ5万通るだろ、お前みたいなやつは。そういうやつだけだろ。それがかっこいいって思ったらやつ。それなんか昭和の亭主関白がかっこいいですよ、本当に。じゃあ分かるけど、それって自然となることじゃん。俺もこれからだからあんまり喋らないようにして。あんまり喋らないようにして。いや別にもうそれが喋ってるけどな。そういうこといちいち言うことしたんや。もう亭主関白じゃないじゃん、なんか。じゃあ分かる、なんかもう、まあ、分かる。お前の女あんま飲みんきゃな。女いないっすもん、だってネタがもうちょっと広がらんもんな、お前の女。じゃあなんかちょっとそれやろうか。ほんとお見合いやろうぜ。それなんか尺やったんだよな。応募が多かったんか。顔出しできる人がいいな。そうです。顔出しできる人で、我こそはみたいな。まあインスタグラマーだから、ちょっとした売名でもいいじゃん。これもいいっす。え？これ。あ、目隠し。目隠し。いや、ダメでしょ。顔出せんと。AV みたいな。そう。いや、それはもう個人的にやり取りしたいじゃん、そんなやつは。まあインスタグラマーとかでもいいじゃん。まあ全然いい。だからネタで来てくれてもいいじゃん、別に。あ、全然いいっす。ネタからお前が発展する可能性もあるもんな。別にこっちはネタじゃないから。あ？こっちはネタじゃないから。お前がガッツくんみたいな。あ、じゃあ女の子は別に、岡部のプレゼンを聞いてもいいかっていう子を探すとか。ガッツいでもいいかって。2回はデート券発行してくれるから。絶対に。絶対に2回はデートしんと、あの、ダメですみたいな。で、2回でお前は落とす。3回か。3回だとちょっと嫌がるわ、みんな。まあ、ちょっと多いな。まあ、2回から3回。2回どうかというと、3回は、ご飯ないし、最低2時間。2時間2時間デート券を3枚、ああ2枚か3枚発行できる方で、まあ、インスタとかやっとって動画出てもいいよみたいな、はい、来てほしいですね。今なんかライバーとかも結構多いじゃん。まあそういうことがでもいいよな。何でも別にネタで来てくれてもいい。気づいたらお前がライバーに投げ銭めちゃくちゃしとったりしてな。投げ銭はしたことないですけどね。はい、視聴者の皆さん、ちょっと今日これ公開されんかもしれない。もし公開喋ってる内容が、あんまり、もし公開されてたら女の子ね、会社に来てください。その会社のアドレス、2階のアドレス、インフォで、あのホームページについてるインフォに問い合わせフォームがあるもんで、そこの問い合わせでしてくれるといいかもしれないな。そうです。はい、じゃあ以上になります。また今年も始まったばっかですけど、はい、よろしくお願いします。おしせーの、また見てねー。